はい、皆さんこんにちは。今日はですね、今この3人でいるんですけど、なんでこの3人のメンバーなんだろうなっていう感じだと思うんですけど、実は1週間ぐらい前から石垣島にみんなで滞在してます。で、最近配信とかしてると視聴者からすごい質問が来て、ちょっと僕話さないといけないなと思ってたんで、まあ、せっかくなんでちょっとこの3人で動画撮っていきたいなと思うんですけど、いいですか？はい。いや、結構なんかいろいろ疑われてることとか、多分誤解されてることとか結構あるんで、それもちょっとクリアしつつ、まあ、珍しいじゃないですかこのメンツ。確かに、うん、なんでこの3人つながってんのって感じだと思うんで、そもそもそういうとこも含めて暴露していく。まあいいや、じゃあ、まあ、どうですか。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。何話そうっていうのは事前に打ち合わせしたんだけど、カメラ回ったらみんな黙ってた。何からいきますか。いや、まあそこじゃないですか、まず。え、そこの最近言われてる、ここ、ここものすごいコメント来てるんですよ。そう、めちゃくちゃ来るんですけど、僕配信で結構言うんですけど、なんかテンチムと付き合ってんのみたいな。これさ、今に始まったことじゃないよね。でもなんか、うん、テンチムがそのスキピができましたみたいな。うん、まあスキピは、うん、まあ、僕は知ってる人なんですけど、はい、これはもうあの誰とは言わないですけど、結構もう本当に僕もすごい尊敬してる方なんですけど、僕は本当好きなんですよ、テンチムのスキピも。でもなんかここがすごい思われちゃってる、ね、思われてて、すごい DM とかめっちゃ来るのよ、ね、本当に来る。またテンチムと旅行ですかとか、めっちゃ来ないの逆に。いや、私ねマジで来ないんだよね。本当にこっちだけめっちゃ来ますね。結構来るから、そこのまず誤解は取っときたいね、その確かに ねスキピのためにも。そこは思うんだよね。気まずいですもんね、美咲さんも。そう、あのここは何もありません。本当にないですね。本当にない。逆にでもここはなんかあるんじゃないのっていう話も。そういう話もちょっと出てて。待って、金払っても嫌だ。いや、待って。え、ちょっと、言ってるっていいでしょ。マジで。俺のセリフなんだ。めっちゃけ、こことここの接点ってあんまないの、3人。確かに確かに。ここはまあ、いろいろ旅行行ったりする仲間、ここはブレイキングダウンとか、うん、まあ、こう繋がってたんだけど、まさかここがこんな仲いいなんて思ってなくて。びっくりしました、僕も。え、でも、米音は言っちゃえば、多分、間接的に従来ぐらいから。うん、あ、そうなんだ。でも、米音ってさ、結構どこにでもいるよね。とりあえずイベント行ったら、メモがいるっていう。いや、なんか俺さ、ブレイキングダウンさ、うん、5.5 巻の時にさ、天地も上がってくれてさ、勝利者賞を渡してくれたじゃん。それでちょっとなんか、あ、天地もありがとねみたいなことをやっただけで、うん、お前天地もやったろみたいな、めっちゃ言われたの。待って、私さ、自分でも本当に疑問なんだけどさ、うん、私なんかすごいさ、いろんな人とやってそうってなんか見てる人思ってない？結構思ってると思うよ。思ってると思うよ。実際のところ、うん、実際のところマジでないから、これはわかるよね。何？なんで？話すことがないね。うん、じゃあ話せないことが多すぎんだよ。そうなんだよね。そう。だからもう話してこう、いろいろ。わかった。何から話す？何から調理する？てか調理すごくない？私マジでさ、こういうのを見たらさ、うん、本当に米って料理してんだってふうに思うもん、うん、でしょ。うまいよ。私たまに YouTube の焦点回ってくるよ、うん、なんか米の過去、黒髪がおにぎり食ってる。それについても言っとく。あ、もうあれはもう刑務所、出てね2ヶ月くらい、俺は刑務所のいたことをずっと隠してた時代があった。ブレイキングダウン出て俺ようやく発表していくから、結構思ったより就職とかできないからっていうので、マジ黒髪でマジ真面目にやってる時代があった。で、それがブレイキングダウンちょっと出る前くらいに料理人として活動するようになってから金髪にした、うん、逆になんでさ、料理人として活動するにあたりさ、金髪にしたの？俺結構日本食とかやってる時って、日本食例えばタトゥーとかもう結構 NG だし、金髪とかもダメだし、ただ俺が三茶にお茶屋さんやってる、めちゃめちゃ入れ墨入ってる人が入れるお茶屋さんだった。それ見てめちゃくちゃかっけえな、うんうんうん、俺そういうなんかクリエイティブとか料理って結構大事だったりするから、やっぱりそういったものも大事にしていかないといけないなと思って、まあ、真面目すぎるの良くないなっていうふうには思う、まあ、真面目すぎるの良くないなっていうふうには思う。でもやっぱ米もやっぱ嫌な目にあったでしょ、散々。いや、会いましたよ、ね、刑務所に入ってるか入ってないか、いや刑務所入ってなくてもヤバいやつっていっぱいいるじゃん、うん、私も結構ヤバいやつで、うん、デートそうじゃん。もう入ってるか入ってないのって、うん、もうなんかもうバレたかバレてないかさな気にすんの。まあ確かに、そう、何かしらヤバいことやってるやつなんかいっぱいいるから。確かにそう、本当にそれ思うわ、うん、でもまあこういうふうに全部言っちゃえばいいのかもしれないよね、そういう過去があっても。その人のブランディングとかもあるよ。まあまあ確かにね。あ、俺は結構吹っ切れた。もうブレイキングダウン出て、それこそもう隠してる理由が正直なくなったから、うん、もうとりあえずもう奈良も一回行っちゃったし、今後そういう活動もしていきたいと思ってるから。どういう活動？刑務所行って料理作るとかでもいいし、うん、そういう活動していきたいなと思って。
ね、今の米尾いいよね。私さ、思うんだけどさ、今までのさ、動画のさ、米尾ってさ、うん、なんかすげえなんか頑張って喧嘩しようって。確かに。でもさ、私さ、数知ってるからさ、絶対普通な感じでいいと思うのに。なんかでも、全部見たらわかるけど、俺から喧嘩売ってるのなんか、マジ第4回のブレイキングダウンくらいだよ。確かに。全部売られてんの。絡まれますもんね。で、それこそ六本木歩いたら頭はたかれて絡まれるし、うん、沖縄行ったら絡まれるし、みたいなことなの。うん、だからもうなんか正直俺絡まれない限り喧嘩しないだろ。ヤーマンとのやつも。いやなんか夜のブレイキングダウンしたんじゃないの。ヤーマンと夜のブレイキングダウン確定ないなんでさ、昨日さ沖縄でさ畑健太さんのもさ深夜のブレイキングダウン入れてくね。ダメだって。入れてくね。いいね。マジでダメだってきたの。おいガチやめろ。しかもそれマジでなんかバレてるよ。それしかもめちゃめちゃ行為終わった後に言われるの。やば。しかも俺まあまあ最低なプレイしてるわけ。どういうプレイ。一応言うだけ言うとめちゃめちゃはい、今こっちはキッチンで、やっぱこう一人料理人が入ると全然ちゃいますね。だからそのために呼ばれるの結構好き。いや、そうなんですか。嫌いじゃないマジ。今日他にどんな料理やるんですか、炭火以外では。肉類がかなり多いのかなと思うんで、ちょっとまあ鮭とかもあったりするので、こういう魚はちゃんと料理をしていくのと、あと魚刺身と、あとアクアパッツァを作ろうと思います。うまそう。任せてください。ちょっとお願いします。ウイス。これやばいよ。これやばいですね。これすごいな。贅沢だな。これを炭火で焼いていく。まず炭火いくんですね。うれすごいね、米を。すごいわ。すごい。これ、今から焼いていきます。いや、いいね。おお、映えるな、これ。いただきます。これ石垣牛。石垣牛なんだ。おいしい。塩じゃないですか。今、青汁数出てるよ。出てる。うん、うんって言ってる時は、だいたい数。ほら、これ、これ米をも食えば。そうだよ。小宮さん、あとなんかエビで中華風のやつと、エビ蒸し焼きと、あと魚はアクアパッツァだし。ええー、最高じゃん。でも米をってさ、やっぱいいやつだよね。うん。でも米をってさ、オフでも喧嘩っぱよくない。基本なんかデリヘルの人と喧嘩しなかった。電話で喧嘩しなかった。こいつなんかオフでもこんなことやってんのかって言いますね。いや、でもあれさ、俺からじゃないよね。デリヘルとの電話行為。ああ、あれは。お前誰に向かって言ってんだよ。リビングで。聞こえてさ。あれは俺あいつからバーカって言われて電話来たから。デリヘル出る。そんなことある。すごくない？名探偵子なんだよね。いやマジで。なんで喧嘩売られるのって話だから。知らないマジで。電話一発目だ。キャッチャー遊ん夜とか全然遊ぶんすかみたいなこと言われて。全然行くよみたいな。遊び方知らないっすよねと思います。でなんかどっちかデートしたのをね、俺と畑人がさしくじってちょっとそれ違うやめてほんと、まあ、それでなんか俺がさすごい年には日本人ですかとか年にはタイプだみたいな。一人こういう専門家いると安心するわ。安心だわ、うん、めちゃくちゃ食べても質上がるよね。めちゃくちゃ上がってる。クオリティがすごい上がってる。でも俺テンチムと行ったワイビザ楽しかったな。楽しいでしょ。思い出だよ。あれいいよね。あれいいよ。あれは楽しかった。あのね、この青汁ってマジ言いたいわ。青汁を狙ってる女の子がいたら私伝授したい。青汁は伝授伝授したい。青汁にはベタベタしない方がいい。そう、なんかもう猫を見てるみたいな感じでほっといた方がいい。よくわかってるね。話しかけてほしくないんだよ。でもそのオムラわかりますよ。それ空気読めるかどうかって話。そう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 。今何作ってるんですか。アクアパッツァは、うわ、はい、アクアパッツァ完成しました。え、やばー。うわー、ね、めっちゃ綺麗盛り付け。すごいじゃん。なんか私さ、気になることあるんだよね、うん、なんかさ、世の中の女の子ってお金持ちの男性が好きな人多いと思うのよ。もちろんお金が全てじゃないよ。でも欲を言えばお金持ってる人の方がいいなっていうのは多分あると思うわけ、うん、でさ、私さ思うんだけどさ、青汁ってさ、やっぱそのさ、お金持ってるみたいな、うん、あるじゃん。でもさ、私さ、なんていうの、周りのお金持ちの人とか見て、うん、お金を持ってるけれどその人が何に使うかってみんな使うと違うじゃん。確か、うん、彼女にめっちゃお金を使う人もいれば、うん、投資にめっちゃお金使う人もいるし、うん、そのなんていうの、自分、まあ、飲み代にめっちゃお金使う人もいるし、人それぞれお金の使い方が違うじゃん、うん、青汁ってさ、彼女さ、お金かけるタイプ。いやどうなんだろうな。でも三崎さんは人にお金使うと思います。本当はそうかね。え、そうだよね、博士。うん、そう。三崎さんはそう思ってないかもしれないけど、うん、無意識にやってるってこと。無意識に人生の経験値上がる
ところにお金さらって。でも変なことに使わないと思う。だから、うん、女の子に水やりは絶対しない。うん、うん、それがあってこんなにずっと一緒にいて6本とかでジャーって飲んで、いやマジでそう、それ言いたい。そういう飲み会見たことない、ね、見たことないな。あの派手な、よくわかんない。でも視聴者の人は多分思ってると思う。もし青汁と付き合ったら、うん、多分一緒に伊勢丹とか行ったらめっちゃ爆買いしてくれるんだろうな。それはないね。そういうことはしない。でも思われるでしょ。思われない。いや思われたこと一回も分かんない。求められたことがない。ああ、はい、はいはいはい。出てんの？あ、でも出てるんだろうね。昔はなんかそんなイメージ。無駄遣いしないよね。無駄遣いしない。俺、本当に無駄遣いしない。本当にしないこれ、マジで。100円とかだろうが。本当にしないよね。無駄遣い俺、そういうところなのかなと思う。昔から。リスク取らないんだよ。意味あるものにしかお金払わないし、ね。費用対効果超考えてるから。でも金持ちそうじゃない、ケチだから。ああ、お金持ちってケチなんだよ。なんかちゃんとケチな気がする。ケチっていうか、ちゃんと考えてお金払う。うん。まあ、サーダに金使わないとこ。うん、それは間違いない。俺は本当に思った。あのニュース見て、俺は本当絶対。なんか私が沢田に詐欺したみたいな感じに世間思ってる。ごめんなさい、それは。あれ怖いと思ってんの。怖いと思った。スタッフがなんかやらかしたらああやってなるんだみたいな。でだから私マジ嫌なのは、沢田がオフパコで私のファンとかに手出してこれこれとかに回ったらマジ一番嫌だなって思ってる。でもやってるよ。やってないよ。え、でもさ、どうなの？なんかさ、昔めっちゃ尖ってたじゃん。うん、まあね。そう、でもさ、今もうさ、有名になってさ、知名度も上がってさ、うん、みんなやっぱ気づくじゃん。影響力も持って。昔とは変わった？変わって、もう死ぬほど変わったね。俺、昔の方が良かった。うん。尖り消えた。消えたね。やっぱ経営者の方が良かったの。本当。へ、あの時はもう、キレキレだったし、俺本当あの時に自分に戻りたいね。それ今それ戻れないんですか？いや、会社やったらいいんだ。ほん、真剣に会社をやったら。だから、世の中のさ、YouTube やってる会社、企業家って、本物か偽物かで言うと、昔本物だった人か、今偽物かどっちかだと思う。現役は俺いないと思って、なんでかっていうと、両立無理だと思う。せめて俺もそうだと思ってて、昔はすごい、ほんと実績あったんだけど、で、今もやってるけど、じゃあ昔ほど利益あるかっていうと、今、ね、昔ほどはやっぱないから、そう考えたら、なんか、起業家じゃないのかな。昔の基準から言うと。なるほどね。お金困ってないけど、うん、え、でもさ、怖くないけど今さ、またさ、会社やってさ、なんかさ、昔みたいにさ、尖るじゃん、うん、そしたらさ、社員とか誰かがさ、リークしたりとか怖いなあるけど、逆にそのデメリットとメリットを考えたらもっとうまくいく。あメリットは大きい。なるほどね。これ俺本当にちょっと酔ってるから視聴者に向けて言いたいんだけど、はい、昔はバリバリ経営者時代は会社の利益が自分の自己顕示欲だったの。ああ、はいはい、年間でこんな何十億儲けてるかみたいな感じだったんだけど、今はそこじゃなくなって、ね、利益よりもやっぱ再生数とか、はい、それコメント応援してくれてるのコメントの方が大事じゃん。うんうんうん、だからそこでなんかモチベがなくなった感がちょっとあんだよね、リアルで。へー。でもインフルエンサーのになったってことですね。そうなんだよ。完全にインフルエンサー。ほんと完全に違う経営のでインフルエンサーの。うん。それほんと分かった。なんかな。でも、三崎さんマジ YouTube やってマジで良かったっす。良くない。それみんな良くないでしょ。絶対良かったっす。昔の方がキレキレだったよ。人間になった。人間じゃなかったもん。あ、人間じゃなかったっす、あれは。だからあんな会社儲かったんだよ。確かに。いやでもね、そうなのよ。やっぱね、青汁ってちょっとさ、サイコパスっぽいところあるじゃん。サイコパスなんかさ、おかしいよ。でもさ、そういう人ってやっぱさ、すげえんだよね。わかります、ね、魅力的だから。そういう人が。魅力的だから。そう思う。一番思った。でも、天地のさんにもそう、通じるけどな、それ。あるほどね。本当にな、その、裏方やってて、その、二人ともあって、そうやっぱ、尖って、すげえ人。すごいおかしいよね。頭がしたり。でも、裏方っていうのやめてほしくない？ニュースになって俺たち負けたんだよ。それは、本当に。ジラの裏じゃ、他にも名前があって YouTuber の裏方、YouTuber の裏方やってて、なんでさ、インスタにはさ、店長と青汁王子しか出してないの。そうだよ、ね、あれでしょ。そうじゃん、うちらだったら別にさ、使ってもいいなみたいな。そうそう、なんか文句言わなそうだから使ってる。でも、炎上しないじゃないですか、もう。わかんないよ。え、でも私これ最近思うんだよね、なんかさ、私って名前出しやすくない？確かに、どこにでも出て出しやすい。 それめっちゃなんだよね。だってもう例えばさ、なんか知り合い飲み会とか、そう、飲み会とかに自分がいないのに、テンチムも来るっぽいからおいでよみたいな、名前出しめっちゃ言われる、それ、はいはいはい、だよね。俺すごい言われるよ。青汁も名前出されるってこと？俺は出されないけど、テンチムがいるからおいでってめっちゃ言われる。あ、なんなの？わかんない、なんなんだろうね、うん、だからたまに連絡取るじゃん、うん、本当に行くのみたいな。本当に行くのみたいな。やる、お互いやるよ。そう、やる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 。コミオってさ、ブレイキングダウン出てからさ、人生どんくらい変わった？180度。すごい。え、どこら辺が主に？女？いや、でも出会う人の質が変わった。いや、そもそもあれ、生活スタイルみたいな人変わってるよね、すべては。時間軸も含めて。で言うと女にはモテん。なんで？なんで？嘘ついてるやん。そうだよ。嘘ついてるやん。嘘つきようになった、ついてる。わかった。でもあれでしょ、女にはモテない。なんかやりまくってるやりまくってるけど、モテるとは違うってことでしょ。はい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 。どういう意味？別にブレイキングなの知らないから。そもそもだからなんか周りがなんかチヤホヤしてミハな女をいけるとか、
いやでもさ、どうなの、実際さ、街中でさ、喧嘩売られるじゃん。あれはなんかどう思うの？ちょっとうざい。あれやっぱ、六本木とかすげえ絡まれてるからさ、六本木で歩いて、あ、ごめんなさい、ごめんなさいって、本当にガチで言いやがって、ガチで切れてる。なんか、俺がなんか言って、これ良くないかもしれないけど、うざちっちゃいなと思うかもしれないけど、うん、米をじゃんって、うん、それはまだいい。うん、米をじゃん、うん、まあ俺もそれ聞こえないって言うんですよ、うん、で米を米をで触ってきたりしたら、あマジでうざい、うざいね。あいるんですかそんな人。いるよ。え、触られない全然。いやそれはやっぱ違うよ、多分ね。そうだから身近だと思うね。そう、身近だと思う。だから多分私が名前出されやすいのと一緒って感じだと思う、うん、確かに触られやすい、触られやすい、触られやすい。マジそれが一番ムカつくよね。写真撮るよっていいよって言ってなんか肩組んでくるやつ。ああでもそれはいるね。うん、あるあるある。肩組んでもいいですかって一言だったら、うん、そう、なんもない。ああそれがうざい。でもいるわ、それじゃちゃんとムカついてる。触んなよって言う。え、触んなよって言う。へぇ、逆にそれすごいね。すごい。でも基本褒めはね、あのファンサービスいいと思う、うん、いいんだ。あ、でも確か沖縄でいる時もさ、そう、うちらより一番最初に気づかれてさ、なんかちゃんとファンさしてたよ、一人でのこのこ、うん、なんか写真撮ろうよとかは、いい、ね、基本撮るようにしてる、うん。だから俺ファンサでいいインフルエンサーで言うと米を張る機会 DJ 社長。でもあえ、天智部さんもいいっすよ、ね、ありがとうありがとうみたいな。でも剥がすじゃん。剥がす、剥がす、剥がさないよ。剥がす入れてるよ。サワダ、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 サワダ。それは自分一人とかしんちゃんがいる時とかはできるだけ対応するようにするんだけど、みんなが他の人とかもいる時とかは、ね、ちょっと変な雰囲気の人ね、あのよく笑ってるとか。ああそうですね、そうね。俺はすごい嫌なんだよね、まあ、タレントでもなんでもねえしと思ってさうんうん、これ酒いっぱい飲んだもん。うん、でもさ、珍しくない？なんか、青汁って、門限があって、2時なんだよね、青汁の門限。いい、いい。今日早めのスタートだから、めっちゃいける。ね。ね、ね、それだけど、この期間にさ、2時半とかさ、3時ぐらいまでさ、飲んだりとかしてるじゃん。あれは今よっぽどよ。ね。なんか本当に楽しい時しかないから。ね、そう。だから青汁ヘルズ行って、今日の飲み何時終わるんだろうな、とか思って、で、まだ1時とかになった時に、なんか時計見て1時の時とか、うん、まだ青汁がいたら、あー、多分2時までだな、みたいな。大体なんかもう俺帰るからね。そうそう、帰る。大体1時ぐらいに電話かかってきたら、まあ行く意味ないですよ。そうそう、正直。昨日ありがとうございました。お疲れ様でした。いい夜でした。一夜明けて空港に向かって飛行機で帰ります。はい、いやよかったね、沖縄。ちょっと飲みすぎてましたけど、ね、飲みすぎたのと体重が太りすぎて朝起きたらやばいこと。確かに、ね、あれさ、体重って壊れてるじゃない。壊れてる、あると。マジでちょっと思う。壊れてると思うよ、俺は体重計。絶対壊れてる。いやちょっとまあ東京帰って頑張ろう、うん、頑張ろう、まあ、明日から頑張ろうって毎日言ってるけど明日が来ないんだよな。まあでもちょっといろいろあるんだよ、これからブレイキングダウンの試合とかもあるし。そうですよ、体を絞っていかないといけないんで、そろそろ痩せたいんで。マジで頑張ろう、頑張ろう、本当に。体重太ったよね、沖縄でダイエットしようって言ってきたのに。そう、なんなら太った、なんなら一日もダイエットしてなかった。まあということで、ちょっとじゃあ今から空港もらって帰ります。はい、